0時30分現在の東京方面情報をお知らせします。はじめに東関東道上り線の情報です。工事のため田原角煮インター付近で追い越し車線が規制されています。引き続き新風港道上り線の情報です。新風港インターから成田インターまでの区間では順調に流れています。引き続き京葉道路及び立山道上り線の情報です。竹岡インターから京葉ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き立山道木更津南支線上り線の情報です。木更津南インターから木更津南ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き千葉東金道路上り線の情報です。東金インターから千葉東ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き圏央道内回りの情報です。木更津ジャンクションから松尾横芝インターまでの区間では順調に流れています。続いて外回りの情報です。松尾横芝インターから木更津ジャンクションまでの区間では順調に流れています。引き続き富津立山道路上り線の情報です。富浦インターから富津竹岡インターまでの区間では順調に流れています。続いて閉鎖のお知らせです。12月14日から15日毎晩夜20時から翌朝6時まで京葉道路羽川インター入り口東京方面へ向かうラップを工事のため閉鎖します。ご理解とご協力をお願いします。